定職法を廃案に持ち込もうと延長国会のボイコットを続ける社会党では、11月12日臨時党大会を開きました。環境に一切の話し合いを蹴ってきた社会党も、もはや攻めるばかりがノーではないと、弾力性のある作戦へ切り替えることになりました。この日まで門前払いを食わされてきた自民党では、早速川島幹事長が国会正常化のお膳立てに乗り出しました。しかしこの会談でも、自民党が軽食法を引っ込めない限り一歩も譲れないと、浅沼さんはなかなかの好姿勢です。その余勢を買って開かれた結党13年目の記念パーティーでは、河野さんももみでの接待。ところが思いがけなく敵役の岸さんが現れました。岸さん、どうもようこそおいでくださいました。ありがとう、ありがとう。いやー、来ないかと思ったら偉い。持ち上げられた岸さんは早速舞台の上からお祝いのお世辞。私の自由民主党は本年でようやく3年経つのでございまして、日本社会党は兄さんであられるわけであります。ただいま、岸さん、誠にありがとうございます。誠に本当の意味において卒のないご挨拶をいただきまして誠にありがとうございます。これで軽食法だけは間違いなく廃案になったことを確信いたしまして御礼を申し上げます。岸さんは卒なく鴨にされていました。